今日はマクドナルドからフリートーク、ひたすらフリートークをしようということにしました。なんか勉強も一冊ちょっと最近終わって疲れたんですね。手が痛いって手も痛いし、なんか精神的に疲れてるんですよ。 あとは全く新しいものを作りたいという米国新ロシア派とウクライナの関係はどうなんでしょう。冷戦が終わったって池上先生が言ってました、ね、テレビ局で、テレビ番組ってことは、ウクライナ側にアメリカがついたらどうなるんですか、ね、日本はウクライナ側になるんですか、ね、新ロシア派、ローラさんは新ロシア派なんですか、ローカスは何とかということで、プーチン大統領の発言が気になります。面白いでしょうか。ロシア語なんか出してませんが、サイエンスは完全にネイチャーとサイエンスは完全にアメリカですけど、ベースのオンワークオートンメラーズ、イラク戦争のイラクがロシア派だったという、クウェートに侵攻したんですけど、藤原竜也さんが ST っていうドラマを出てます。フリートークです。今日はキャバンスとかバンプオフチキンの動画を見ています。バンプオフチキン交流不可、交流電源、ちょっと電源の勉強もしないといけないなという、バッテリーの勉強ちょっとしそこで、電源ですよ、パソコンの一覧とか、電磁気学の勉強、電気の基本的な勉強が必要だという新小岩っていうのがありますけどね、その隣に平井っていうところで僕は歩いて行ったことがあります。 川口じゃなくて千葉の市川っていうのがあるんですけどね、そこまで行くときに新小岩を通っていました。亀有とか、亀有じゃないです、台東区隅田川の周辺、スカイツリーの動く横は1回しか通ったことないですけど、インクルール2回ぐらいあります。3カードを買うために秋葉原に来ました。ギャラクシークラスタースティミュレーションスティミュレーションする、ということでベッタファッツの、システムの使用両方になって2回理論にあってシステムがあって、これなんかこんなんとかなんとかなんとかって、郵送いたしますのでなんとかなんとかって、なんとか昨日また CD を聞いてましたよ。昔のスマップさんの CD を聞いて、そういえばチャギアンドアスカのすごいいいなと最近思いますけど、恋人はワイン昔岡野くんに勧められたんですよね、チャギアンドアスカ、恋人ワイン色ぐらいから聞きました。僕いっぱいチャギアスの CD いっぱい持ってます、いっぱい持ってました。チャゲさんも好きですね。マルチマックスっていうのがちょっと見せる、ね、赤癖の天使なんとか、ね、一度使った紙切れはあまりもう捨てない人です。
またシュレッダーです。見たいと思います。ダイヤモンド、これがちょっと今日初の試みかもしれませんね。パーティシパンです。参加するんです。参加したいです。何かの企画に参加したい、挑戦する、挑戦、特に高い手があるけど、何が高いんだよ。